小川が一旦前を叩いて残り600の鐘。3番手2番の関東が取って、後方に置かれているのは4番の佐藤ゆるき。縦1列です。4コーナーからホームストレッチ。残りが1周、3番の小川の先行です。2番手は1番の伊郷、3番手には2番の関東がいます。関東が3番手から仕掛けていきます。2コーナーからバックストレッチ。2番の関東が1番の伊郷の横を通過して、3番の小川の横まで並んでこようというところだが、なかなか車が出ていかないか。後方からは4番佐藤祐樹もまくって3番手外まで上がってくる。4コーナーから直線。小川が粘るが、外から2番の関東が抜け出すか。2番の関東、1番の伊郷。並んできました。